で、今日はね、そんなドヤの CD 発売日、心配で、村長、ミュージックスタジオの村長こと中こぼしが、こっそりでもないけど、見に来てくださってます。本当にお客さんね、来てくださったんですけど、せっかくなので、お呼びしたいと思います。村長こと。本当に今日はおめでとうございます。はいね。素晴らしいステージをやってはりますよね。これ1回目のワンマン、ちゃんとしたワンマンも初めてです。初めてのワンマンにしてはね、すごいですよね。僕も確かに心配になって見に来たんですけども、なんかね、すごい初めからもう真っ暗なとこで演出までやられて、照明さんまで読んで、どうなってるんですか、ね、もう本当にね、皆様のおかげでございます。後でゆっくり紹介させていただきますで、レコーディング秘話なんですけど、やっぱり今言わはったようにこだわるんですよ。すみません。もう大変なほどこだわるんです。朝5時ぐらいまでやりましたかね。何度も1日違いますよ。何日も朝5時ぐらいまでこうやってですね、だからあと3秒短いとか言うんですよね大変ですよね。でもね、すごく今日はこんなたくさんの、ね、方とこから来ていただいてね、僕今日は思いました、はい、明日から名前変えた方がいいって。どうやじゃなくてどうやこれみんなね、もういいですよ。なんでやねんって言って新人やけどね、大谷翔平君が新人賞取ったじゃないですか、ね、もう新人賞ですよね。はい、ちょっと年は食ってますけど、ご本人もしていただいて、はい、ということで、ありがとうございます、はい、人生100年時代を華麗に生き抜いてまいりたいと思います。で、ここにお呼びしたのはですね、せっかくなので、その CD の中の一曲をちょっと雰囲気を味わっていただこうかなと思って、お呼びしました。で、楽器もこれから尺八の音が、はい、尺八的な音ね、出るそうです。はい、出るそうです。なんかね、いろいろ本当、村長すごいんですよ。いや、すごくないんですよ。すごくすぎてね、私いろいろ説明されたんですけど、全然説明できないんで、また直接聞いてください。音楽プロデューサーってやってて、僕ね、日本一、楽器の下手な音楽プロデューサーやと思ってるんですね全く弾けないんです。楽器は弾けないんですけど、チェロやりました、ピッコロやりました、ピアノもやりましたね。はい、それでもまあそういうことでそういうことで、はい、プロデューサーもされてるんですよ。若い子のね、若い子を騙してるわけではありません。はい、はい、そうやったんですね。はい、じゃあ今から春うばけという曲を演奏させていただきます。なので今から村長が尺八的な音を出してくださるので、目を閉じて尺八的な音を楽しんでいただくもよし、村長をガン見して、この人何してんやって自分で観察していただくもよしということで、はい、はい、では春をご覧ください。
見ていただいた方は分かったと思うんですけど、そこにも飾ってあるんですけどね、CD こう普通こうジャケットっていうかこの写真のところを出して広げるとこう普通はこうですよね、ほんほんほんでこう広がるんだけど、中久保さんにお願いしてこうなりませんかねって、こうなりませんかねって言って、言ったら、僕も初めてだけど
ど面白いねって言って採用してくださいました。いや本当はやりにくかったの。あすいません、あのめんどくさいくらいあの初めてって言っていただいて、私初めてとかそういうあの変なのとか好きなので嬉しいです。